ホワイトボードの一例ホワイトボードは連絡用掲示板などに使われる滑らかな艶のある白い板。白板とも言う。ホワイトボードの表面は放浪や磁気の鉄鋼などでコーティングされている溶業製品である。この上にインクを使うホワイトボードマーカーを使って書く。このマーカーは通常のマジックペンと異なって剥離剤が含まれており、 筆跡とホワイトボードの間に薄離剤の層が形成されることで乾いた布で拭くと簡単に筆跡を拭き取れるため何度も繰り返して書き消せる。なお透明な薄離剤層が残った場合は水拭きで清掃できる。ホワイトボードはマーカーと字消しをセットにして販売されることが多い。ホワイトボードの登場以前は黒板が連絡用の掲示板として主流だった。しかし、 黒板に使われるチョークは筆記の際に出る粉で手が汚れる上、吸引による健康被害が騒がれ始めたため、筆記の際に粉が出ずても汚れにくいホワイトボードが1985年頃から一般的になり始めた。黒板よりも高価だが、チョークの粉が出ない分だけ掃除は楽である。鉄を芯材に用いているホワイトボードには磁石がくっつくため、 連絡プリントを挟んで一緒に掲示したり、字消しとマーカーを磁石でくっつけておけるので便利である。日程表などで用いられるホワイトボードには、最初から日付や予定などを書く欄が黒色の枠で描かれている。間違って、油性のマジックペンを使うと字が消えなかったり黒く、跡が残ったりすることがあるが、上からホワイトボードマーカーで字をなぞって消すと、きれいに字が消える。 他に、下記のような製品が存在する。ありがとうございます。